どこ行ってたのかしら。って、うすうすわかってるけどね。で、お宝は見つかったの？うん、見つかった。でも手遅れだよ。どういうこと？全部海の底に沈めちゃった。なんですって？残念だったね、エイコ刑事。いや、国際犯罪組織フォックスの一員、エイコかな。なに？そんな！どうして？おかしいと思ってたんだよね、クルーザーであんたに出会った時から。だって海の真ん中だよ。あなたはどうやって忍び込んできたの？ボートに乗ってきたにしちゃ、帰りに連中のボートを盗まなきゃならないなんて変じゃない。もちろん潜水服を使ったようにも見えなかった。つまりあなたは最初からあの船に乗ってたんだ。さらに決め手はあんたの持ってたナイフさ。ほら、これがクルーザーからボートを盗むときに切ったロープ。で、こっちが僕らが最初に乗ってたヨットの友綱。わかる？切り口が全く同じでしょ。同じナイフで切られた証拠さ。つまり僕らのヨットを海に流したのは英子さん、あなたなんだ。ただ歩美のおじさんがいると邪魔だったんで、何かデタラメを吹き込んで遠ざけたんだよね、きっと。警察がそんなことするはずない。考えられる理由はただ一つ。子供の乗ったヨットが嵐の海で行方不明になれば、海上警察は大騒ぎになる。その隙にこの島での取引を無事成功させる。これが目論みだったのさ。唯一の誤算は僕らが無事この島にたどり着いちまったことだ。違う？まいったわ。驚くべき推理力ね、高三よ。すべてあなたの言う通り。まったく、小学生にしておくのは惜しいわ。どう？うちの組織に入らない？一時は日本中を沸かせた高校生探偵なんだがな。まあいいわ、茶番はここまでよ。あなたたちは逃がさないわ。訂正させてちょうだい。私は組織のボスなわけ。こいつらは私の部下なのよ。へえ、そりゃすごいや。で、大人が総出でこんな子供たちを捕まえるつもり？なりふり構っちゃいられないの。もう警察の手がこの島に届く頃だから。さあ、宝物のありかを白状してもらうわよ。もし本当に海に沈めたなら。沈めたんならどうする気？腹いせに、あなたたち全員魚の餌だわね。あの二人組と大してレベル変わらんのじゃないか。さあ捕まえな。みんなそこらに隠れろ。逃がさないよ。そうはいくかよ。
さすがです。お前ら。